はいそれではこのユニットからは、えー、時効についての学習ということになります、えー、このユニットで扱っていく時効というのは、えー、まず、えー、日常生活でもよく聞くことがある言葉だと思います、えー、例えば、まあ、借金ですね、まあ、お金を返してなければ、まあ、しばらくお金を返さなかったら、まあ、もう返さなくていいんだっていうね、えーまあ、一般的に消滅時効って言われるやつですね、まあ、しばらくお金返さなかったら、まあ、返さなくてよくなる それから人のものをずっと持っていた場合ですね例えば一つの例ですけれども他人の土地をずっと自分のものだと思ってその占有を続けているとそれが自分のものになる まあ言ってみれば取得事項と呼ばれる制度なんですが、まあ、このように民法においては、えー、実際に権利関係があったとしても、えー、消滅してしまう、まあ、長期間の間権利行使がなされていない場合には消滅してしまうという消滅事項の制度であったり、まあ、人のものですね、えー、実際には所有権はないんだけれども他人のものをずっと所有していると占有しているということですね、えー、他人のものをしばらく長いこと占有しているという、まあ、そういう状況であった場合にはその権利を認めてしまおう。 という、えーまあ、言い換えれば人のものが自分のものになってしまうといったような取得時効という制度がありますでこの2つの制度が民法で定められている時効ということになりますですので、まあ、日常生活で使っている時効という考え方に、まあ、非常に近いものになりますでそれをしっかりと法律として学習していくというのがこのユニット以降の内容ということです では、えー、まず、ですねこの時効という制度、えー、そもそもどうしてあるのかということですね、えー、まずはその定義をちゃんと押さえていきましょう、えー、一定の自立状態が所定の期間継続した場合ですね、えー、先ほどの消滅時効の例でいうと、まあ、お金を返さない状態がずっと続いている場合、えー、取得時効ということであれば、えー、他人の物を、えー、自分のもののように占有、えー、を続けている状態、まあ、そのような 一定の事実状態が所定の期間継続した場合ですね。で、この場合にそれが実際の権利関係と一致するかどうかつまり真実の権利関係と一致するか否かを問わずにその事実関係に対応する権利関係を認める法制度ということになりますえですので本当は借金をしている側は債務を負っているとしても返さなくてもよくなるこれが真実の権利関係とは一致するという否かに問わずの部分ですよね 本当は返す義務があるんだけれども長い間返さなかった場合にはその事実状態に対応して返さなくてよくなる取得事項の場合には所有者は他人なわけです所有者は他人であったとしてもその占有者ですね人のものをずっと占有しているものが権利関係を取得するということになりますでこれが時効制度というものですねで時効制度というのはなぜあるのかということでこの趣旨というものをまず説明していきますでこの趣旨については 今後、ですね学習が進めていった中でさまざまな制度やそれから場合によっては論文対策ということになると初めて見る問題を処理していくことが必要になりますでその中でこの趣旨というのに立ち返って考えていくということは非常に重要な意味を持ちますのでこの趣旨についてはしっかり押さえておいてくださいまず一つ目ですけれども一定の期間継続した事実状態を法律関係に高めることによってその法律関係の安定を図るということですねつまり実際 の権利関係とは異なるような事実状態が生じているわけですよね、えー、特に取得事項だと分かりやすいと思うんですが本当は A さんの所有権があるってわけですね、えー、所有者が A で所有権は A に帰属しているにもかかわらず、えー、B がずっと占有していると。 まあこういう状態が続いているわけですねとなると、まあ、どっちの権利なのかというのが非常に分かりにくいということですでそうであればもう継続した事実状態をやっぱり尊重すべきだというふうに働くわけですね、えー、つまり永続した事実状態の尊重、まあ、ちょっと詳しく言うとここの位置に書かれているような、まあ、一定の期間継続した事実状態、えー、これをやっぱり尊重することで法律関係に高めて実際の権利性を認めちゃう。 でそれによって法律関係の安定を図りましょうというのがまず1つということになりますそして2つ目はですね、えー、特にこれは消滅事項なんかでは、えー、よく、えー、出てくるところですが債権者としては権利主張できたはずなんですよね、えー、お金を貸している側はお金を借りている者に対してつまり債権者は債務者に対して、えー、金銭の支払いを請求することができたわけです、えー、にもかかわらず、えー、長期にわたって権利の主張をしなかったのであればそのようなものは法による保護に値しないんだ というふうふに説明されますでこれは一般的にですね、えー、権利の上に眠るものは、えー、保護に値しないなどというふうに言われることが多いですでこれは、えー、消滅事項によらず、えー、取得事項でも同じですよね、えー、もし自分の所有物、えー、た例えばこの例で言うと、えー、土地にしましょう自分の土地に人が勝手に占有していると、えー、建物建てて自分の土地にもし、えー、そういうふうな占有者がいるんであれば真の所有者としてはとりあえず返せ出てけって言えたはずなんですよ でそのようなことをすることなく、万全と長期間の間、人が占有しているのをほったらかしにしてたということであれば、そのようなものに法的保護はやっぱり値しない、むしろ自立状態の尊重の方にやっぱり偏ってくるということですよね、そちらを保護しましょうという方うに働くわけです。 そして3つ目はですね、これはちょっと訴訟の問題ということになりますが特に時効が問題になる場合というのは、まあ、消滅時効や取得時効、えー、いずれもなんですけれどももともとの権利関係はどうだったのかということが争われることになります、えー、取得時効であれば所有者は誰だったのか、えー、債権の消滅時効ということであれば本当にお金を貸していたのかどうかといったような、えー、実際の、えー、法律上の権利関係が争われますとなるとそれを裁判で争うとなると証拠が必要になりますよね ただその証拠っていうものをじゃあ、まあ、実際に、えー、取得事項を主張する側消滅事項を主張する側が、まあ、立証するにせよ、ねえー、この後やりますけれどもその、えー、所有者だというふうに言っている人が、えー、争うにせよ、えー、どちらにせよこれは過去の長期の前の話を立証しなきゃいけなくなるということになります、えー、取得事項についてはこの後やりますけれども、えー、10年ないし20年で事項が完成します で消滅事項の場合も知った時から5年できる時から10年で消滅事項が完成しますとすると事項を争う、えー、ということですね、えー、事項を主張したりとか事項の成立を争う当事者からすると、まあ、場合によっては10年前20年前の証拠というものが必要になってくるわけです でそうなってくると、まあ、実際に、まあ、土地の権利証とか重要なものであれば、ねえー、持っていることはあるかもしれません保管していることはあるかもしれませんが、えー、例えば借用書のような、まあ、場合によっては散逸しやすいものということになるともはや10年前のものなんかないということで証明することができないということが、えー、起こりうるわけですで裁判所としても、えー、やっぱり証拠がなければ裁判することができませんので、まあ、そのようなものについてやっぱり判断がしにくくなるであれば 「1」の,のような実際の一定の期間継続した事実状態があるのであればそれを権利関係として認めてしまった方が立証困難の救済も図れるしこれは裁判所にとってもいいことなわけですね。 で特にこの立証困難の救済を図るというのはこのあと、ね、いくつかユニットが進んでいく中で特に取得事項の中、ですね取得事項の解説の中で出てくるところですのでもう一度その際に確認していきますまず、この事項の趣旨についてはこの3つですねしっかりと押さえておいてくださいまず1つは永続した事実関係の尊重2つ目が権利の上に眠るものは保護しないという考え方 そして過去の事実については立証困難であることからその争う当事者間においてその立証困難の救済を図り裁判所にとってもまあ審理をしやすくなるといったのがこの時効という制度の趣旨になりますだから民法ではこのように時効制度というのが設けられているわけですでは時効についてですが大きく分けると2つに分かれます一つが取得時効ということです一定,時間一定期間継続した 事実状態を実体法上の法律関係に高めて権利を取得させる制度ということになりますで、この取得事項については主に不動産などが多いと思います不動産土地をずっと占有している建物をずっと占有しているといった場合にその所有者でないとしても所有権を得ることができるといった制度になります そして取得事項ともう一つこちらですね消滅事項になります消滅事項は権利が行使されない状況が体です、ね、一定期間継続した場合にその権利の消滅を認める制度ということになりますですからお金を借りている人が長い期間返さなかったということであれば返さなくてよくなるというような意味合いが強くなってきますでこちらについては少し戻りますが、はい、少し戻ります でこの取得事項については、えー、このように一定期間継続した事実状態というのを、えー、尊重するという制度ですが大きく分けると所有権の取得事項、えー、それから所有権以外にも取得事項が認められますで詳しくは完成編などではこの所有権以外のものというのは、えー、論文対策の中では重要になってきますがまず一番最初の基礎編の段階ではとりあえず所有権を押さえておきましょう、えー、所有者でない人が占有を続けていた場合に長期間継続していたらその権利が取得するということですね でこの取得時効については、えー、時間が決まっています、このように長期取得時効と短期取得時効という2つの制度があります、えー、長期取得時効というのはまずは年数だけ押さえておきましょう、えー、長期取得時効は20年、えー、短期取得時効は10年とされています。 でこの長期と短期、何が違うのかというと、ですね、えー、これはまず取得事項というのは成立要件がありまして、こちらはあのこの次のユニットで扱っていくことになりますけれども、えー、所有権については、えー、取得事項にはえ要件がありまして、えー、ちょっと確認していきます、民法の162条でありまして、えー、所有の意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した場合に成立します。えー、所有ののの意思とというのはまあ自分の物であると えー、自分の物であるということを信じて疑わない状態ということになりますがでその所有の意思ですねでじあ、まあ、しましたこの所有の意思というのは要するに自分のものだっていう意思でってことです自分のものだっていう意思で平穏公然に、えー、他人の物を占有した場合に成立しますでこれが原則で、えー、これが20年なんですでじゃ短期になるものはどういう場合かというと占有開始時に善意無過失であった場合に短期取得事項になりますこの善意無過失とは何かっていうとですね 要は占有,、えー、占有を開始した時に自分のものであるということを信じて疑わないということが、えー、善意無の内容とされてるんですよですから、まあ、仮にですねその土地の上に建物を建てて土地を占有している人がその占有を始めるときに自分のものだというふうに信じて疑わずに占有を開始した場合、まあ、どういう場合が考えられるかというと誰かから土地を買ったと、えー、誰かから土地を買ってでまさか人のものだと思わなかったと。 仮に一つ例ですけれども A さんが B さんから土地を買いましたで土地を買った A さんがその土地を上に建てた建物で建物を建ててその土地を占有開始したでも実はこれは B さんの土地ではなくて本当は C さんの土地だったという場合があり得るわけですねそうすると A さんと B さんとの間での土地売買というのは他人物売買と言われていますでこのような他人物売買においては当然 本当は C さんが所有者なんで A と B との間で契約を結んでも C さんの所有権が A さんに移るってことはないわけですですから結局は AB 間でのその他人物売買っていうものをやったところで所有権はその飼い主である A さんは得られないわけですから結局他人の物なわけですねでそれを信じて疑わずに占有した自分のものであるとねつまり有効な他人物売買だとは思ってなかったと。えー、他人物売買だとは思っててていなくてそして B さんのものを買い受けたんだと思って専用を開始した、でそれが無過失であるとえ、過失なくそれを信じて疑わなかったという場合がえ、この善意無過失というものになります、つまり善意というのは、自分の物である、つまり自分が所有者であるということを信じて疑わなかった、そして無過失というのは、そのように信じることについて過失がなかった。 まあ一般的には売買で買い受けて引き渡しを受けたということであれば自分のものになったというふうに信じることになりますからその場合には占有開始時の善意無過失というものが基礎づけられることになりますのでその時には10年ということになります。 でこの10年というところでポイントになるのは人のものだと分かっていても自己取得できるということですねえ。人のものだと分かっていたとしてもえ長期取得事項は20年になります。でこの20年というのはえもちろん先ほど出てきたけれども所有の意思を持ってえ他人の物を平穏かつ公然に占有すれば足りるわけです。ですから自分のものであるということを自分の所有者であると、ね、自らがねということをし仮に、まあ、し信じてなくても。 人のもののももだだととといいうことを認識していたとしててたた成立すすするんでで所有の意思は必要です自分のものだっていう形で所有の意思を持つと、えー、自分のものにしてやろうということですね簡単に言うと、えー、自分のものにしてやろうという所有の意思を持っていることは必要になりますけれども、えー、他人物であるということについて悪意であったとしても取得事項は成立するということになりますではでそしてですね所有権以外についても、えー、取得事項は成立するとされています、えー、地権権や不動産鎮釈権 まあこれはですね、えー、学習が進んでいく中で扱いますが、まあ、いずれも土地を利用する権限です、えー、分かりやすいのはやはり建物を建てるために土地を借りるなんていう場合ですね、えー、地主さんから土地を借りて建物を建てるなんていう場合にはその土地の使用権限、えー、というものを、えー、その地主さんとの間で設定してもらうことが必要になります でこれで物件として設定してもらうのが地役権です、えー、物件とししてて設定してもらうのが地権で不動産賃借権というのはその、えー、借主と貸主との間で契約を結んで債権として、えー、土地を借り受けるという場合ですねでこれが、えー、不動産賃借権ですでいずれもですね、えー、土地の利用権限ということになりますでこのように、えー、私は賃借人である、えー、とかね不動産賃借権が分かりやすいと思いますが、えー、私は賃借人であるということをまあ まあ実際に賃借人だっていうことについて、えー、その平穏かつ公然に占有を続けていたということであればこれはせあの賃借権が得られるるとということになるんですね、まあ、実際本当は賃さっきの所有権の場合とパラレルに考えると分かりやすいかもしれないけれどもその本当は所有者じゃなかった他人物売買だったなんていうのが取得事項の所有権の場合の典型ですが他人物賃貸借だったなどという場合に問題になることが多いです。つまり さっきの A さん B さんの例ってやりましたけれども人のものを貸してたと人ものを貸していて借りている側はちゃんと賃借権を得ていると、えー、賃借権がある状態だと信じて、えー、10年間ですね、えー、10年間、えー、失礼しました20年10年これはあの長期短期の取得事項と同じでその所有権と同じように20年ないし10年ってことになるんだけれどもその10年20年、えー、賃借人であるということでその賃料を払ってた。 専用をずっとその賃借人として占有を継続していたなどといった場合にはその時効期間の経過によって賃借権としては有効ではなかったけれどもその時効で賃借権を取得するつまりそれ以降というのは賃借人として正当な地位を持つということですで治癒権もまあ同様に考えられていますでこのようにに、えー、時効については所有権 のみならずこの地域権や不動産賃借権といったような土地の利用権限をはじめとする所有権以外の権利も取得事項として成立することがありますまずはあの所有権が重要ですけどねそして消滅事項については基本債権を押さえておけばいいと思います、えーまあ、お金を返してくれという権利ですねお金を返してくれという権利は一定期間の期間経過によって消滅することになります でこの債権の消滅事項についてはこの後のユニットで一つ一つやっていきますが基本的には166条に規定がありますが知った時から5年あ権利行使できることをねつまり返せというふうに言えることを知った時から5年でそして、できる時から10年とされていますで通常の貸金契約においては弁済期というのは一番最初の段階で契約してますよね。 例えば来年の4月1日が弁済期ですよという形でお金を貸したりすることが通常ですから通常の貸金債権を想定すると、まあ、大体その貸金契約を締結した時に弁済期の約定というのがあることが通常ですから債権者としてはその弁債期が到来した時点でで返せとと言えるるこはは分かっているはずです,ですよ、ね、当然契約を結んでいるわけですからその弁済期の到来とともに返せと言えるつまり権利を行使することができるというふうに わ、えー、かるはずですから通常はその知った時から5年です権利が行使できることを知っているので債権者としては知ってるはずですから知った時から5年ということになりますでただ知らない場合には10年ということになりますできる時からでこれはまたあ後の,のユニットで扱いますが、えー、それぞれ知った時から5年というのが主観的起算点と言われていますでできる時から10年というのは客観的起算点と言われていて、えー、この期間が早く成立した方のいずれか早い方で消滅します そして、えー、あとはですね債権以外でも、えー、債権または所有権以外の財産権についても、えー、消滅事項にかかると、えー、されています、えー、ただあの入門段階ではこの消滅事項債権以外のものは今のところはあまり考えなくても大丈夫かなというところです、えー、まだあの細かく物件の学習をしていく中で、えー、消滅事項にかかる、えー、債権以外の 権利といいうのを扱っていきますがまずはこの入門の特にね基礎編の段階では債権の消滅事項ですね通常の消滅事項は債権がメインですよということとそれからあと条文上気をつけていただきたいのが所有権以外の財産権というふうに書かれてますね所有権以外の財産権と書かれていることも分かるとおり所有権は消滅事項にはかかりません ですから所有権というものが消滅事項でなくなってしまうということはありませんのでこちらについてはしっかりと押さえていただければと思います消滅事項についてはまたこの後ユニットが進んでいく中で学習していきますが債権および債権の場合には主観的5年客観的10年 とということですねそして、うんえー、この債権または所有権以外の財産権、えー、についても、えー、一応コメントを入れておくとこちらは、ね、20年とされています、えー、債権または所有権以外の財産権については消滅事項はできる時から20年。 えですねつまり客観的な消滅事項しかなくてできる時から20年とされていますそして所有権は消滅事項にかかることはないというのはこれは担当対策でもよく出てくるところになります、えー、所有権が消滅事項にかかることはありませんのでこちらは気をつけてくださいはい でではすねこちらの方ですねまず時効の最初ということですので時効というのがどういう制度なのかですねまずこの時効についてはその制度がどういうものかそして重要な制度趣旨3つありましたその制度趣旨それから取得時効と消滅時効という2つの種類があって取得時効の場合は時効期間所有権がメインですから長期取得時効20年短期取得時効が10年ですねそして消滅時効についてはできることを知った時から5年 できる時から10年、まあ、主観的ですね知った時から5年できる時から10年といった、まあ、このような具体的な期間についても知識としては押さえておくと良いかなというところですそれではこのユニットについては以上といたします